エタニティ深夜の濡れ恋チャンネル、プリンの田中さんはケダモノ。名越千尋です。今日からよろしくお願いします。はあ、課長、これはどういうことですか？田中、悪い、今度も若い独身女性だ。他に条件の合うのがいなくてな。それで面倒を起こしましたよね。少し様子を見てくれないか？わかりました。どうせ若い女なんて同じようなもんだろ。いっそ自分で書類作るか。どう？営業部の仕事は順調？仕事は大丈夫なんだけど。名越？ねえねえ、イケメン御三家いた？こいつらは何しに会社に来てるんだ？御三家って言われても誰が誰だか。え？いくら顔を覚えるの苦手だからって見ればわかるんじゃないの？みんな似たようなイケメンだよ。御三家ってなんて名前なの？田中、安藤、宇都宮よ。いると思うけど。あの子、俺らの顔見分けつかないのか？社内にいるときは全員名札つけてほしいよ。もう千尋ったら、御三家の情報はランチ1回分で売れるのよ。私が文句言われるの？いや、悪い。知り合い？多分同じ営業部の鈴木さん。田中です。ランチと交換するほどの情報はあげられないけど、これをあげる。わー、ありがとうございます。鈴木さん。田中。あ、すみません、今度はちゃんと覚えました。プリンの田中さん。ちょっといいか、名越。はい。こいつ安藤、さっきサンプル頼まれてただろ。ああ、確認したところ数が揃うのは来週頭です。50ほどなら先に用意できます。どうも。じゃあ先に50お願い。こっちは宇都宮、その見積もり依頼したやつだ。というわけで、名越はまだかのやつらの名前を把握できてないんだ。仕事頼むときは名前をメモしてやってくれ。そういうことね。オッケー。他の人にも伝えておくよ。これなら営業部にも馴染んでいけそう。プリンの田中さんのおかげです。それでは新たに営業部の仲間となった名越くんに乾杯。乾杯。高橋、鈴木、斉藤、ありがとうございます。おい、大丈夫か？そんな飲み方して。大丈夫です。プリンの田中さんも一緒に楽しく飲みましょう。ほら、一人で立てるか？俺、名越、こいつのこと。行くぞ、捕まるよ。おい、何やって。今日はありがとうございました。これからもよろしくお願いしますね、プリンの田中さん。どうぞ。お前な、一人暮らしだろ。この状況だと食べられても仕方ないぞ。どうぞ。千尋、好きだよ。プリンの田中さん。いいんだな。プリンのせいの鈴木さん。鈴木じゃねえし。もう朝。あれ、昨日の服のままだ。そうだ、飲み会で一人騒いだ挙句、送ってくれた田中さんになんか抱きついたりもした気がする。それから。千尋、好きだよ。いや、これは夢だろう。
なんて夢見てるの私。恥ずかしすぎてプリンの田中さんの顔が見れない。おはようございます。おはよう。おはよう、ナゴさん。よかった、まだみたい。あ、ナゴシ。昨日はご迷惑をおかけして。いや、俺の方こそ悪かった。え、何のことですか。いや、覚えてないならいいんだ。でも、お詫びにこれ。わあ、ありがとうございます。クッキー食べるか。はい。今日はチョコだぞ。わーい。名越は食べ物で釣れる。最近、毎日のようにプリンの田中さんからお菓子もらってるな。私も少しはお返ししたい。マロングラッセ5つ買ってきちゃった。2つはプリンの田中さんに、もう2つは一緒に食べる私分で、残りの1つは味見分。いただきます。何それ。え、プリンの田中さん、ひょっとして他のやつから餌付けされたの。餌付けなんてされてません。ああそうかよ。ああ、これ甘すぎるな。ひどい。そんな風に言われたお菓子をいつものお礼ですなんて渡せない。きっと喜んでくれると思ったのに。プリンの田中さんと一緒に食べたいと思ったのに。名越。やだ、プリンの田中さんのことで泣いてるって気づかれたくない。高かったんですよこれ。え、一粒500円もする高級マロングラッセです。ああ、それをよく味わいもせず食べちゃってもったいないじゃないですか。そっか、ごめん、俺同じの買ってくるよ。え、いや、その分かっていただければ私は。それにまだ4つありますし。はあ、俺余裕ない。お財布にですか。あ、でもこれでいつものお礼できるかも。よければ一食くらいおごりましょうか。おごってくれる。名越と飯に。定食屋さんのランチでよければ。おごらなくていいから、一緒に夕食を食おう。おお、会社の近くにこんな素敵なお店あったんですね。そうだな。普段からよく来るんですか。田中さん。ダメだ。え、好きだ。私を好き、プリンの田中さんが。名越。すぐに返事が欲しいわけじゃないんだ。俺が名越を好きなことを知っておいてくれるだけでいいから。また好きって嬉しい。でもどうしたら。とりあえず食べようか。気まずい。プリンの田中さん。名越、あのさ、手をつなぎたい。やだ、告白されたって時間が急に。あ、駅行こうか。あ、最初は愛想の悪い人だと思った。告白された時はまさかと思ったけど嬉しかった。このままじゃ後悔する。あの、え、手つないでいいですか。じゃあこのまま行こう。あ、私の家ここの3階です。知ってる、この間来たし。そうでしたね。あの、よかったらコーヒーでも飲んでいきませんか。は？送っていただいたお礼にと。いいか、名越、夜中に男を部屋に誘うってことはそういうことだから、してはダメだ。そういうこと。プリンの田中さんに優しくされるたび、胸の奥が甘くうずくのを気づかないふりしてた。でももう自分の気持ちを隠せない。もし彼が望んでくれるならやっぱり上がりませんか。いいのか。
目閉じて。千尋、好きだよ。私も好き。指先血袋の秘密を暴くように愛がする眼差し理想の本音はどっちのつもりで愛情なんて言葉じゃ測れない欲望を注ぎたい吐息の湖に沈めて Like a way 読まないキスが運命を溶かしてゆく K.O.J. お前なき声ささやくストーリーエドレストストーリー聞かせて。次回冷酷 CEO は秘書に溺れるか、私に支えさせてください。